ナイフフィッシュとは、アロワナメ・ナギナタ・ナマズカに分類される魚の総称で、ナギナタ・ナマズとも言う。この項で口実。電球・ナギ目に分類される魚の総称。電球・ナギで口実。ナギナタ・ナマズとは、アロワナメ・ナギナタ・ナマズカに分類される魚の総称。和名に、ナマズが入っているが、ナマズとは別の仲間に分類され、アロワナに近い仲間の古代魚である。 体は縦に平たく、背中がせり出し、尾の部分は上に向かって少し反っており、尻びれと尾びれはくっついている。生体の体長は20センチメートルほどのものから1メートル前後に達するものまで種類によって差がある。体が平たくナイフのようであることから、ナイフフィッシュ、フェザーバッグという英名がある。電球なぎ目の魚もナイフフィッシュと呼ばれるが、 外見の類似に由来する故障であり類縁関係はない。ナギナタナマズカの魚と異なり鱗と背びれを描くのが、電球なぎ目のナイフフィッシュの特徴である。また電球ナギカの魚は南米に分布するのに対し、ナギナタナマズカの魚はアフリカと東南アジアに分布する。川や池に生息し、大きな口で魚や甲殻類を捕食する肉食性の淡水魚である。 日本では熱帯魚として輸入、飼育されるが、生息地では食用魚でもある。アフリカとアジアに分布する。アフリカ起源と考えられていたが、その移動経路が謎であった。近年の DNA に基づいた研究から、白亜紀におけるインドは大陸の北上によってアフリカからアジアに移動したと示唆されている。ありがとうございます。